中村豊は、大阪府堺市中区出身の元プロ野球選手。現在は、中日ドラゴンズ二軍外野守備総類コーチ。愛称は豊、豊豊という名前が、福本豊と同じということがきっかけで野球を始める。堺市立深井中学校から、上宮高校へ進学。一年夏は、元木大輔らと甲子園にも出場した。二年夏は、不大会決勝で、 中村範博が、エースの渋谷校に敗れた。上空校で、同級生であった、矢部康彦は、当時中村拓に居候していた。高校では、市原慶も同期だった。明治大学では2年からレギュラーとなり、首位打者、本塁打王、打点王を、各1回獲得。リーグ通算81試合に出場し327打数116安打、打率。 355、13本塁打、63打点、30盗塁。ベストナインに5回選出された。4年秋には6本塁打で当時シーズン最多大記録。あとに1年間だけ同僚となる野村勝則は大学の同期生。1995年のドラフト1位で日本ハムファイターズに入団。 1996年3月31日のオリックスブルーウェーブ戦で初出場を果たした。プロ初本塁打は千葉ロッテマリーンズの中田浩二から放った。同年はわずか28試合の出場ながら打率。298、3本塁打を記録した。1997年から1999年は15試合前後にしか出場できなかった。 2000年は、控えでの出場が多かったものの103試合に出場し、打率。250の成績を残した。この間、1998年には、フレッシュオールスターに出場し、5打数3安打、1打点を挙げて、優秀選手に選ばれた。2001年は、前年を上回る120試合に出場し、規定打席不足だったが打率26。268。 三本塁打を記録した。2002年は81試合に出場し、二塁打を9本記録したが、打率1割台と確実性を欠いた。オフに、山田勝彦、伊達昌二との交換トレードで、下柳剛と共に、阪神タイガースへ移籍した。2005年2003年は主に守備がためとして、数多く起用され、55試合に出場し、打撃面でも打率。 250を記録した。この年は、リーグ優勝に貢献した。2004年にはわずか3試合の出場にとどまり、オフには2軍コーチ就任の打診を受けたが、これを断り現役続行を決断した。2005年は、優勝争いの真っ只中の9月7日の対、中日ドラゴンズ戦で9回表に、 ダイソーで出場し本類に生還したと思われたが、急進の切ったカーツ氏はアウトを宣告。中村と当時の監督の岡田明信は、猛抗議したが、判定は覆らず、その裏に、アレックス・オチョアと、矢野テルヒロのクロスプレーがセーフと判定され、岡田監督が激怒し一時は、選手全員が、ベンチに引き上げたが、判定は覆らず試合は延長戦に突入した。 中村はそのまま右翼の守備につき9回裏に赤星のりひろの落球をすかさずバックアップしさよなら負けを防ぎ11回表に平井勢子から3年ぶりとなる決勝本塁打を放ったこの本塁打が阪神での唯一の本塁打である同年も守備固めでの出場が多く49試合に出場し30打数13安打で打率433と 打撃でも貢献し、2年ぶりのリーグ優勝に貢献した。2006年も引き続き守備固めとして50試合に出場した。打席数は少なかったが11打数3安打で打率、273を記録した。2007年は開幕一軍スタートだったが、赤松正人の対等や投手陣の関係でほどなく、抹消。6月に右肘の手術を行ったこともあり、 シーズンの大半を二軍で過ごした。結果的に三試合の出場に終わり、打席に立つことはなかった。シーズン終了後に、球団から再び二軍コーチへの就任を打診され、現役続行へのこだわりもあったが、最終的にはこれを受諾。10月24日付で、二人引退が公示された。2008年から二軍守備総類コーチに就任した。2009年は、 一軍打撃コーチに移動。2010年からは再び二軍守備走塁コーチとなった。2016年からは一軍外野守備走塁コーチとなった。攻撃時は一塁ベースコーチを務めていた。2018年シーズン途中から金本、智明監督の方針でベンチ戦術となった。2019年からは二軍守備走塁コーチに配置転換。 2020年からは2軍外野守備総類コーチ。2021年に退団した。2021年11月4日に中日ドラゴンズの2軍外野守備総類コーチに就任することが発表された。ありがとうございます。